めっちゃおもろい。読んでよかったな、撮れちゃうのむちゃくちゃ面白かったです。じゃんこちら松本太陽さんのピンポンめっちゃおもろいはははめっちゃおもろかったいやー素晴らしいね松本太陽さんのこの絵の特徴としてね。モーションキャプチャーがあって、そのモーションキャプチャーの一番テンション高い部分を 本当に松本太陽さんテイストにパコッと書くから、アクションシーンの躍動感、広がりみたいなのがすーごいあるんですよ。こんなアングルで撮れちゃうのそういう絵ね、描ける人って、まあ少ないんじゃないかな。この、えー、特に1996年ぐらいですかこの連載されてたのが。その当時で言ったら多分かなり少なかったと思います。読んでて気持ちがどんどん熱くなってくるの。 うわ、これめっちゃおもろいわ。あのー、ちょうどピンポンがテレビアニメ化された記念だと思うんですけども、この A4 サイズ、要は、いつも僕がご紹介してるアメコミサイズですね。4月ぐらいかなに発売されたんですよ。で先っよ、先ほど言ったような形で僕、読んでなかったから、うーし、買おうじゃないかと思ってね、買いました。アメコミを買うよりもずっと安く買えたから、あ、よかったよかったと思って。まあ中は、もちろん白黒なんですけど、 いやー、内容が面白い。もう、とにかく面白い。あのね、スラムダンクで感動したって言ってる人たちはね、一回ピンポンも読んでみてほしい。いや、もうこれ絶対感動するよ。感動するというかね、すげー漫画だな、これもっていうのでね、スポーツ漫画、球技漫画ではあれば、もう、これももう絶対押さえておくべき一冊です。で、先ほどのモーションキャプチャー。 もう一度ご説明しますと、もうこうやって、モーションキャプチャーって言って、こうバーっと、いろんな絵がここまでパー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 って割っていた時の一番テンションの高い部分。例えば、こうジャンプしたらジャンプの一番てっぺん、えっ、ー、とね、レプチューンのホリケンさんがポップコーンパーティーとかでこうジャンプするでしょ。ああいう一発ギャグの一番ピンと伸びてるテンションの高い部分。あるいは、今から動き出すぞっていう、 テンションの一番保たれている、溜まっている部分ですね。今、パワーをすごい溜めている瞬間をバシッと松本大洋さんテイストに描かれていて、しかもそのカメラの置いている位置がすごいダイナミックなんですよ。普通はこう平面で撮ってたら、こうパンチするとか、あるいはこんな感じでパンチするとか、そういった真正面から映すとか、横から映すぐらいではできるんですけど、そうじゃなくてね、すごい左斜め上ぐらいから こんな感じで撮ってたりするんですよ。ちゃんと人の絵描いてきてはったんだなっていうのが分かる絵描きはるんですよ。いや、骨格も分かってるし、それをどういう風にダイナミックに見せればいいのかっていう、そのダイナミックに見せるにあたって、どこを軸にするのか、ここを軸にするのか、そうじゃなくて、ここを見せたいから、ここら辺を中心にここの広がりをもっとでかく見せるのか、見せるのか、あの、その絵を見てるだけで面白いっていうのを今僕言いたいんですけども。ちょっと待ってね。 いや僕がここのシーン見てほしいっていうのがあるんですわ。僕がね、最初に、おお、このカットすげえなーとか思ったのは、コーチとね、一対一でスマイルが戦うシーンですね。ここです。もうこういうカットとかもすごいなーとか思うんですよ。これ一巻、一巻で僕、心先生との戦いの時に、うわ、すげえなーと思って、二巻の時はね、やっぱり最後の方、やっぱテンション高い。ここら辺まで来るとすごいテンション高くてね、 ここはすごいテンション高い部分ってわけじゃないんですけども、こういったね、カットがありますよね。で、ここ。キャン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 と、ここでキュッと止まってるんですね。このキュッと止まってる時の、この、土ぼこりじゃないですよ。この木、え、ほこりがピュッピュッと舞っている感じですね。で、ここも汗が飛び散っている、この先ほど言っているテンションが一番高いとこですね。例えばボクシングとかまでどつかれて、 いいて、次ののの瞬間ぐらいがが自分のその汗ととかがパシッと飛んんでですすごい綺麗なな枚になるんですよよくボクシング雑誌とかでもそういう絵が使わ、写真が使われているんですけども、それをこれだけ、絵でこんなに描いてるんですよ。すごくないですかそんな表紙みたいなやつをバン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 松本太陽さんこのピンポンで描いてるんですよ。もうたまらんの。<laughs> <laughs> 内容としてはね、松本太陽さんのこのピンポン、あの、 要は、スマイルっていう内気なメガネの男の子がいて、この子がいじめられていた。で、そのいじめられていたんだけども、そのいじめられていたスマイルっていうあだ名の子を助けていたのがペコである。っていうのが、もう一巻の段階でもう言ってるんですよ。で、このスマイル。こちら側がスマイルです。で、こっちがペコですね。 この二人が主人公です。で、一巻は、まあ、えっ、ー、と、ピンポン読ん、えぇ、ー、ピンポン読んだ方はもうご存知だと思うんですけども、一巻はスマイルの復活劇のように見えるんですよ。で、二巻で、ペコの復活劇。っていう、まあ、ペ、ペコの復活劇というか、ペコの覚醒劇に見えるんですけども、そうじゃなくてね、 あの、1巻から2巻通してずっとスマイル自身が、えー、ペコの復活を待ってるっていうスタイルなんですよ。ただね、あの、女の子はね、BL としてどんどん薄い本書いていい内容だと思うんですけども、僕ね、最初、あの、鉄の味がするっていう部分はずっといじめられていたからっていう風に思ってたんですよ。 この、スマイルっていうか、いじめられてました。で、スマイルを助けていたのがペコです。で、ペコ、で、ペコが助けてくれてる。で、この血の味がする。この血の味がするとき、自分がいじめられているときには必ずペコが助けに来てくれる。つまり、この血の味っていう表現は何なのかっていうのは、自分、えー、ペコを呼ぶ自分のメンタル状態を多分表現してるんじゃないかなと思います。だから、この、 一巻二巻通して結構血の味がするっていう時にはかなりメンタルが追い詰められている。あるいはメンタルの中で自分の歯車回ってるんだけども、足りない部品があるっていう状態の時に血の味がするフレーズが出てきたと思います。で、やっぱりヒーロー剣山、ヒーロー剣山、ヒーロー剣山。この二巻の時、ヒーローを待ち続ける、このスマイルの、えち、ー、内気といいますかね。 いい女みたいな <laughs>。この、ほんまスマイルっていい女なのかもしれないっていう男ですけど、そんなか、そんな風に受け取っちゃいました。高校生インターハイ優勝している最強の男とペコが負傷、右足を負傷しながら戦う状態であれば、本当は応援したいはずなんですよ。そのペコの復活、覚醒を誰よりも望んでいるのは、復活しちゃた。 スマイルであるはずなんですけども、スマイルはその時廊下でずっと待ってるんですよ。廊下でヒーローは必ず帰ってくる。そう、つまり今、スマイルはかなり追い込まれてるんですよ。自分の才能うんぬんではなく、この、ペコというヒーロー、自分にとってのヒーローが、やっと帰ってきてくれる。実はもうあの時すごいウキウキしてるんですよ。遠足前のスマイルなんですよ。ずーっとずーっと楽しみにしてる。だからペコはどんなことがあっても、 この僕の最後の決勝戦に必ず来るっていうのを分かってるから、もう絶対にそれをしないんですよ。もうずっとま、待ってるんです。で、その思いにペコは、多分気づいてるんです。そしてペコはきっちり勝って決勝で戦うんです。もうここのシークエンス、抜群に面白いですよ。あ、なんて面白いんだろう。もう、たまらない。 こんなテンション上げられますかそして何より、この A4 サイズっていうのが何より良かった。僕ね、あのー、文庫サイズで、鉄痕キンクリートとか、青い春とか、ここら辺読んでたから、もう、松本太陽さんのね、多分本当の凄さみたいなのを、迫力っていうものを、このサイズでしか知らなかったんですよ。このサイズじゃダメ。本当に鉄痕キンクリートでかいサイズ、A4 サイズあるから買おうかなとか思って、 もうそれぐらいね、この A4 サイズで読んだピンポンは抜群に迫力あった。ほら見てこんなに違うんだよ、大きさ。あ、もうこれ全然違うよ、ほんと。で、これぐらい大きく見せても全然いいなんかすごい絵が荒れてるぜとか、ないよ。もうね、これぐらいで見てるからすーごい読んでてね、ハンバーグ食べたみたいな。ハンバーグ食べたらおかしいか。なんかね、 おい自分の好きな料理にしてくれたっていう感じですね。ピンポンという、要は僕らからしたらそんな美味しいと思わないような料理をすごい テクニック、あるいは、その、作家性を持って、作家性というエッセンスを持って、美味しい料理に仕上げてくれた松本太陽さんにね、僕、本当にありがとうございますと言いたいです。むちゃくちゃ面白かったです。前編同士、実は、ペコ、あの、スマイルの一巻が復活劇ではなく、ペコの満待期。要は、自分というものをうぬぼれている時期。うぬぼれていたということに気がついて挫折する。挫折して、二巻で復活して、真の主人公、本当の主人公は、まあ、ペコであったっていう風な形で終わっていくところがね。 何ともが、あの、青春、苦い感じですね。苦い感じっていうのは、本当であれば二人仲良くっていうところなんですけど、そうじゃなくてね、あの、やっぱスマイル自身もね、そうあって欲しかったっていうのが、しみじみわかるから、すごいハッピーエンドだなと思うんですよ。ただ、ハッピーエンドなんだけども、スペコ以外、みんな、あの、卓球やめるんですよ。そこがね、苦いんですね。やっぱし、あの、一時期だけの、あの、青春の、 光なんですよ。それを描くのが松本さん、松本太陽さんすごい上手いんですね。だからペコだけ成功して、で、最後まで行くんですけども、他の人たちはもう、卓球からどんどん退いていくっていうね。この、あの、光と影の描き方。そして、光になるはずのものが黒かった部分を、ちゃんと光輝くものに戻していくまでのこのプロセスとかがね、もう、本当にいい、面白い。もう、突っ走ってますね。 これが青春だ。修行、修行、修行、修行って、あの、卓球で修行します。で、ペコの修行の仕方は、本当に、復活するための、ほんま、がむしゃらな修行に対して、あの、スマイルはね、そもそもできます、みたいな。ちょっと、お高く止まってる感じなんでね。一家の時にはそこまでの、なんか、すごい、おわ、すごいっていうのは、スマイルが強くなってしまった、変身した、驚きがあったんですけどね。 まさかね、あのヒーロー剣山、ヒーロー剣山、ヒーロー剣山っていうのは自分自身にかけた魔法で自分自身がヒーローになるっていう二重人格的なあるいは自分の中の殻にこもっている本当のもう一つ自分を出すための呪文だと思ってたんですけどあれはあくまでもペコを呼ぶための呪文であったっていうのが最後分かっていくところで僕はもうああ、これ面白いと面白いなあと思って読んじゃいましたねヒーロー剣山、ヒーロー剣山ってこういう風にしてるわけですこれ これほんま松本大さんこういうポーズ好きです。あの、多分仮面ライダーとかすごいほんと好きだったんだろうなと思うんですけど、もともとそのヒーローっていうのはペコだったので、ペコが完全復活するとき、風間というその最強の卓球の高校生選手を、に、勝ち始めるとき、ヒーローがゲームセットで健算するというね、一コマ目二コマ目です。これですね。このシーン見たときに、うわーって 面白いじゃないよ、これとか思って。すごいじゃないよとか思って。ヒーロー剣山っていう振りが、もう2巻とかでもバシバシ効いてくるんですね。全部で5巻だったので、これが実際にはどれぐらいのところであったのか、ちょっと、多分4巻か5巻の頭ぐらいかな。ぐらいあったんだと思うんですけども、まあこの1巻2巻でね、僕は読んだので、この1巻2巻の尺幅でしかわかんないですけど、まあよかった。まあ面白い。これね、値段いくつだったかな。 1600円の税だから、10円かな ?1710 円あれば、買えるんじゃないかなと思います。2冊合わせて3400円ぐらいか。買ってぼ、ぼ、僕みたいな漫画読みたいよとか好きな人は、ぜひ買って読んでほしいなと思います。2巻合わせて5巻分あるんで、決して高すぎないと思います。かなり松本太陽さん値引きされてるんじゃないかなと。優遇された値段だと思います。 このデカさで読めるっていうのも何より素晴らしい。すごくいいと思います。すごくいいっていうのは読んでよかったなと思えるってことです。いやー、面白かった。やっぱ漫画って体験だわ。面白い。読まなきゃわかんない。ぜひね、ピンポン読んでみてください。おすすめです。面白い。イエス